モンゴル国の国章は社会主義体制が終わり国号がモンゴル人民共和国からモンゴル国に改められた1992年に制定された国章には仏教やモンゴル民族の伝統のシンボルが組み込まれているまず国章の外側を囲む円形に描かれた文様はツメンヌサンと呼ばれるもので終わりがない文様は永遠の象徴でもあるその中は 青色の地があり、モンゴルの人々が崇拝してきた大空を象徴している。青字の上の方には三つの宝石がある。これは仏教で言う御法を表し、モンゴルの民話では願いを聞き入れるものでもある。これは過去、現在、未来の三つをも象徴している。青字の中央にはソヨンボが組み合わされた馬が描かれている。ソヨンボはかつてモンゴルで使われた文字の名で、 モンゴルを象徴するシンボルでもあり、モンゴルの国旗にも描かれている。ソヨンボには次のような意味がある。ソヨンボソヨンボは、風の中を走る馬と組み合わされている。この風の馬は、ヒーモリという。モンゴルの言葉でヒーは、ヒー、モリは、馬を意味し、ヒーモリは、幸運や魂のことも指す。この馬は、モンゴルの独立、主権、魂の象徴である。 紋章の下の方には緑色の山並みがあり、中央には法輪が描かれている。山並みから法輪には青色の裸というスカーフが描かれている。法輪は数形の象徴であり、裸はモンゴルやチベットでは親しい人や尊敬する人に渡すためのものである。紋章の下には白いハスの花がある。1960年から1992年まで。 モンゴル人民共和国が採用していた国章は現在の国章と同じような形であるが中に描かれるものは異なっている。全体として社会主義のシンボルが仏教のシンボルの代わりに採用されている。風の馬の代わりに馬に乗った人物が描かれている。背景では白い雪をかぶった山から太陽が昇っている。紋章の下には法輪ではなく、 産業を象徴する歯車が描かれ、紋章の周りは農業を意味する麦の穂が描かれ、紋章の髪型には赤い星が輝き、その中にソヨンボがあしらわれている。紋章の下には歯車の前に赤と青の帯が描かれ、モンゴル人民共和国の略称であるの文字が書かれている。1960年以前は国章には、 社会主義的シンボルは赤い星などを除きほとんど描かれていなかった。馬に乗った人物は投げ縄用の長い棒を持ち、紋章の両側には牛やヤギなど4種類の家畜の頭が描かれていた。紋章の下の赤いリボンには国名の略称であるの文字が描かれているが、1940年から1949年までの国章ではキリル文字ではなく、 伝統的なモンゴル文字で国名が書かれていた。ありがとうございます。